たままの柔らかなお札に戦えるは女だって譲れない花がある空の園で傷ついてもいけない季節がある言葉じゃもう収まらない始めましょうおびんだの嵐手のひらのしびれは嘆き女の証咲き誇るはバラの赤と舞い散るのは椿の白女だもの淑女だもの私は戦う女だもの淑女だもの私は私、椿浩司家の淑女妖精を担わせていただいています大中通江と申します。あなた様にはこれより椿浩司家にふさわしい淑女となっていただくためオービンタの訓練をしていただきます。オービンタは家族の女性がお相手を許せない時にだけ許される由緒正しき教義でございます。オービンタは一発ずつ交互に行うのが作法です。左上のメーターがバラの間に一発をビンタします。空振りしてもヘナチョコビンタでも一発です。それではやってみましょうか。まずは構えてナイスビンタ。あ、いいわその調子ですわ。ナイスビンタ。あ、いいわその調子ですわ。ナイスオビンタ。あ、いいわその調子ですわ。オビンタのやり方は覚えられましたね。集中しているお相手にはうまくかわされるかもしれません。お相手の隙をついたりオフェイントなどで隙を作ったりすれば強いお相手でも戦えますでしょう。お次はお相手のオビンタの番です。左上のおメーターが椿の時はお相手の番です。あなた様はオビンタに耐えるか避けるしかありません。お相手がオビンタしてくると思った時に後ろに下がってかわすのです。私が手を後ろに引いたおタイミングでかわしてごらんなさい。ちゃんと避ける。相手の動きをよく見る。避けたくないのですか？まだまだ。できるまでやりますよ。私が手を後ろに引いたおタイミングでかわしてごらんなさい。ちゃんと避ける。相手の動きをよく見る。いいわ、その調子ですわ。簡単ではございますが、基本はこれだけです。どうぞ、素敵なオビンタ生活をお過ごしくださいませ。必要になれば、もっと高度な技もお教えいたしますわ。その気が終わりなら、このオビンタの場にいらしてくださいませ。いつでもお待ちしていますわ。伝説のバラの嫁俊介さんは私の大好きなバラを差し出し静かに息を引き取りました。その日以降椿浩司家の人々の私への態度が
がらりと変わったような気がしました。今までは俊介さんがこんな庶民の生まれの私をかばってくれていたのでしょう。でも私は負けません。俊介さんのくれたバラがあれば私はきっと強くなれる。ちょっと何よその目は。いくら由緒正しき椿小路家に嫁いできたといっても所詮は下民の女ね。礼儀も何もあったものじゃないわ。もう今までの私とは違うのです。私は椿小路家長男の妻玲子です。この家は私が継ぐのです。私のものです。庶民の女は打たれ強くてよ。庶民の女の力ですわ。悔しい。どうしてくれようかしら。二度と私に逆らわないでちょうだい。何事です、騒がしい。お姉様、この女が私を。どういうつもりかしら、玲子さん。哀れと思うからこそ椿小路家に置いてあげている恩をお忘れかしら。私は椿小路家長男俊介の妻です。この家すべての相続権は私にあるはずです。なくても力ずくで椿小路家を私のものにしてみせます。少子ですわ。下民らしい卑しい野心ですのね。この家を継ぐのは長女の私の夫です。椿小路家にふさわしい高貴な生まれのね。下品な女は出て行きなさい。庶民の女の力ですわ。椿小路家の娘たちは私にひれ伏しました。静香さんの旦那など物の数ではないわ。これは女の戦いなのよ。その通りでございます。家政婦の私は見ておりました。玲子様ならば
この椿小路家をその手にできるやもしれません。しかしながら奥様に挑むにはまだ時期早々かと。奥様の花江様は波の強さではございません。家族を超えた力をお使いになるのです。何がおっしゃりたいの？この私めがお相手をしますと申し上げているのです。私ごときに勝てぬようでは奥様を倒すなど夢のまた夢。さあ参りますよ。庶民の女の力ですわ。素晴らしい、素晴らしい力です。玲子様ならばきっと椿小路家を変えてくださるに違いない。いかがです、奥様。玲子さん、あなたの力見せてもらいました。本気でこの椿小路家を手に入れようというのですね。ええ、そうです。下民の女は打たれ強いのです。そして受けた痛みは決して忘れぬのです。この家、いただきます。その受けた痛みを私たちにも味わえというのですね。結構。ではあなたには椿小路家の真の力を味わっていただきます。あなたの力ですか。たあいもない。ご覧になりましたか。このおビンタの力こそ家族椿小路家の力です。庶民の力
これがあなたの力ですか。他愛もない。ご覧になりましたか。このおビンタの力こそ家族椿小路家の力です。